その男までご苦労様、何したいの議員です。拍手。国会の中のことちょっと聞いてみましょう。皆さん本当に遅くまでお疲れ様です。衆議院議員の上西大でございます。今ですね、皆さん方に申し上げたいことはただ一つです。私たちを野党今からの動きを見ていてください。皆さん方には本当に申し訳ないですけど、これから本会があります。そこで野党は、私たちは数の力で吹き飛ばされる。ただ私たちには闘志が残っています。まだまだ戦い続けます。次の衆議院議員選挙で野党共闘で安倍政権の一強必ず戦い勝つ。これしかありません。うるせえてめえら、お前ら、お前ら何できてんだよ。今やるってできねえんだよなあ。お前らできねえやろ、騒いでて楽しいやろてめえらなあ。俺は上西の秘書、公設秘書、お前らだからギャーギャーさんだ、楽しいだろ。できねえんだよ、おめえらの子だろ、こんな子だな。なあ、こいつ何が問いかけろ、何が問いかけろ。お前らが帰れ。分かってねえだろ。知らねえんだよ、お前。そんなことで上西さんの秘書、秘書だったら秘書らしくやれ。お前らおめえらおめえって言いやいじゃねえか。秘書だったら負けんな。いや、マスコミに評判悪い人だよ。ダメだよ、あんなコーヒーもおめえらなんて言ってんの。いや、維新に行って利用して。おい、ふざけるなよ。みんなごめんなさい、中は中でね、議員頑張ってますよ。そう、議員は頑張ってる。頑張るの当たり前だから。当たり前のことやってんだから。そうだ、俺たちは当たり前の政治じゃないから、ここで当たり前じゃないことやってんだよ、こうやって。俺たちは議員と違うんだよ。俺たちは議員は当たり前に税金で飯食って中で戦うの当たり前。ちゃんとした政治やってくれれば、俺たちは何をしたらいいんだよ。だけど何もきちんとした政治ができねえから、俺たちもやんないでいいことやってんでしょ、こうやって。皆さん、私たちは真剣なんです。衆議院の法務委員会、民主主義党の白木、興奮して自民党の土屋発言に対してポンと肩を押した。これは感情から起こるもんなんです。私たちは感情で今戦ってるんです。そんなことさ、戦う相手間違えてんだよ。戦う相手間違えるんだよ。俺たちの敵は何だよ。俺たちの敵は何だよ。安倍晋三だよ。安倍内閣だよ。安倍政権だよ。自民党、俺たちと何で喧嘩するんですか。